今回開封するのはこれだね、トム&ジェリーのぷっくりラバーマスグビスケットね、グミじゃねえな。ラバーマスが1個入って全12種でね、まあ、こういう感じでトム&ジェリーの僕ではこういう感じでどうぞこちらに、ね、ビスケットが全部で29しかこういうのがこういうのがあると感じだね。でトムとジェリーは昔ビデオなんかで見てもいたのやな、あれは。多分テレビでは見てなかったと思うけど、多分あ、で見たな、テレビ昔だったっけな、日曜日ぐらいに、日曜日朝やっとったけな。まあ、でも、それは間違いかもしれんけどな。では、早速、開封する準備をしますね。開封する準備ができたから見てみようか、ちょっとクッキー見ようか、クッキーです。クッキーこういう感じでクッキー入っとるので。中身がちょっと、ちょっと一回変わったのか、こういう感じで。こういう感じだね。こういう感じでやると。こういう感じで。こういう感じか。こう、かっこいいね。かっこいいねがな、こういう感じで。ちょっと食べてみようかな。まあ、普通に美味しいのかでは、味はちょっとあまり言いづらいけどな。飲みようか。よいしょ。じゃあ、行ってみようか、最初。最初のやつはね、最初のやつは、これはジェリー、トムやな。トム、ジェリー、あ、ジェリーか。これ結構、こういうシーン、こういうのあったよな。多分、チーズの、あとか。こういう感じだね。お、でも、すごいな。結構、しっかりしたよな、でも。こういう感じで、指紋ついたけど。チーズ型のな、三角形かな。多分、これ、パッケージになったんちゃうな、これや。これ、本心のやつか。で、次のやつは、なんでしょっと入って、これは、なんだろう。どこにトムやな。で、みんなも四角いバージョン。三角形で、三角形で、次丸くるかな。って感じだね。これ、シマ、こういうのシマあったかな。アモグリーンから昔やからな。こういう感じ。ね。次のやつ、あーこれおったのこういうキャラクターね、多分チーズ真ん中さんこんだもんこういう感じだと、いやな三角形のチーズ、多分こっちでチーズあるなこれは、チーズまで飲みしてこういう感じになったって感じかな、こっちに、いいよ、でこれがラストやな、ラストはと、おおさあ、このシーンあったんですかね、傘がガバーンってやってね。感じで、懐かしいな、でも。絵柄的にはな、多分今日。こういう感じと、ね。最後に出たやつもう一回見ようか。これが炭酸チーズ丸飲みかで、傘ガバーンやね。で、四角いドーンみたいな。感じだね、で、また3、チーズのみのみ。これもチーズ丸のみな、丸のみのはずやな、こういう感じで。ねえ。友達は昔見よったからな、多分ほんまにあんま見れんからな。なんか今、前に確か実写化映画あったよな、確か。なんか結婚式みたいなやつで。ねえ。あれ見れんかったかな。あれは見てんしな。ほんま実写化すると思うことな。実写化っていうか、あれだ、なんだ、友達ジェリーは 3D、CG か CG で。やるな。やっと、CG でやっとったやつやろな、確か。確かに、チャプチャーやったっけ、チャプターションかな、人が演じとんかな、ような感じで。ね。どうだろうな。多分、またアニメ化してほしいけどな。多分、声は多分違う人だと思うけど。この動画を最後まで見てくれてありがとうございます。もしよかったらね、この動画の評価とかコメントの方もよろしくお願いします。あとはね、この動画以外にもたくさん動画がありますんで、それでよかったら見てください。まあ、最終的にはね、このチャンネル、もうちょっとチャンネルの努力の方もよかったらお願いします。それじゃあ、また次の動画で。